はい、じゃあ2番、男性、ひとまず男性についていきます。はい、精子を作る、精巣や精子を送り込む、作りが備わっています。図12を見てください。はい、で女性と違って男性の方が分かりやすい。体の外の部分に出てますからね。女性の場合は体の内部なんで見えないんですけれども、男性の場合は、まあ、はっきり言って見えますよね。おしっこをする部分とかと一緒なわけですね。はい。なので、非常に、イメージはしやすいんじゃないかなと思います。はい。精子を作る、卵巣や、ごめんなさい。精子を作る精巣や精子を送り込む作りが備わっています。精子で、精巣で精子が作られ始めるのは大きくなってからです。はい、まあ、13歳、14、5歳、もうちょっと、人によってはもうちょっと、経ってからですね。はい。成人した男性、まあ、20歳ぐらいですね、は、体もたくましくなり、はい、女性より強い筋肉を持っています。はい。ね、これはまあ、女性がより、赤ちゃんが、体の中に育ちやすいようにってことですね。はい。男性が力強いというよりも、女性がすごい柔らかくなるっていう感じだと思ってください。はい。精巣は1対あり。まあ、これも2つありますと。はい。ここで作られた、精子は一度精巣に蓄えられ。ね。これ12を見たらわかります。精巣っていうのは体のかなり内部にあるので、これはちょっと見えないんですけれども、精巣に蓄えられ。はい。動くことができるようになってから、体の外に出されます。はい。はい。で、女性の体内に送り込まれる精子は、一度に約3億です。非常に多いですね。はい。で、図11と図12にですね、卵と、精子のですね、図があります。はい。特徴がありますよね。卵は、まあ、一つの大きな球体なんですけれども、一つ、まあ、大きなというかね、一つの球体なんですけれども、精子の方は、まあ、どっちかというと、ちょっとおたまじゃくしっぽい、ね、感じですよね。はい。一度に約3億という数字も覚えておいてくださいね。